本堂。方言寺は、中華人民共和国北京市最上区にある仏教寺院。中国仏学院と中国仏教図書文物館が寺院内に設置されている。方言寺は、唐の上岸19年に創建の直令が発せられ、武州の万歳通天元年に落成し、貧中寺の名を賜った。高来への遠征を行った時に戦没した少子を、 祀るために建てたという。安氏の乱、優秀節度師、李正しは寺院を再建して、貧中閣を建立。資産に、曰く、貧中広閣、さ、天根一役。寮の青年三年、優秀王自身が起き、寺は、地震で損壊された。また何度も、全面修復が行われた。皆、陽六年、大貧中寺と解消。たやす十年、大規模再建が始まる。 1215年、陛下により一度は、廃寺となったが、民の政党二年、住職総省が資金を募り得立てし、総福寺と改消。真の後期年間に倉教閣を修復した。陽精十二年、方言寺と改消、宗派も立宗に改められた。1949年、地元政府は寺院を治む吹きする。 1956年、中国仏学院がここに設置されている。1980年、中国仏教図書文仏館がここに設置されている。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。三門、首郎、空老、天皇殿、太雄宝殿、貧中大、大弁角堂、増強老。 ありがとうございます。